アンセル・エアリス・ロプスメディアを再生するアンセル・エアリス・ロプスカリガネは、鳥綱科目科目科マガン属に分類される鳥類。アルバニア、アルメニア、イラク、イラン、インド、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、ギリシャ、グルジア、クロアチア、シリア、スウェーデン、スロバキア、スロベニア、セルビア、大韓民国、チェコ、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、トルクメニスタン、日本、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、ブルガリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、北マケドニア共和国、モンゴル、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア。ロシアの北極圏内の地域やスカンジナビア半島で繁殖し、冬季にインドや中華人民共和国、日本、ハンガリーカスピ海南岸部や黒海沿岸域などへ南下し越冬する。スカンジナビア半島からヨーロッパロシアで繁殖し、ヨーロッパ南部から中央アジアにかけての地域で越冬する個体群とロシアで繁殖し、中華人民共和国、日本、朝鮮半島で越冬する二つの個体群に分かれる。日本には冬季に島根県の宍道湖や宮城県の伊豆沼、長沼などで越冬し、秋季は渡りの途中に北海道のサロベツ原野などにも飛来する。全長53から66センチメートル。翼長36から39センチメートル。翼回長128センチメートル。体重 1.4 から 2.5 キログラム。全身は暗褐色。額から頭頂にかけては白い。腹部に不規則な黒い横縞が入る。尾羽部を覆う羽毛の色彩は白い。翼が長く、翼の先端がお歯よりも後方に突出する。眼圏は黄色。くちばしは短い。くちばしの色彩はピンク色。胞子の色彩は橙色。湿地や農耕地、牧草地などに生息する。和名の狩りは鳴き声に由来し、もともとはマガン属の構成種後半を指していた。食性は植物食で草、木の葉などを食べる。繁殖様式は卵生。主にツンドラ地帯と森林ツンドラの境目で繁殖する。5から6月に3から8個の卵を産む。抱卵期間は25から28日。ヒナは、孵化してから約35日で飛翔できるようになる。開発による生息地の破壊、狩猟などにより、生息数は減少している。1981年には、スウェーデンとオランダ間の渡りを復活させるため、カオジロガンを仮親とした試みが進められ、成果を上げている。ハンガリーでの1950年代以前における越冬個体数は12万羽以上、1980年代における越冬個体数は数千羽と推定されている。同定庫での1996年における越冬個体数は566羽が観察されている。日本では1978年に多摩動物公園が人工証明で白夜を再現することで飼育下繁殖に成功した。狩金を一生化した眼金紋が家紋として使用された。ありがとうございます。